こんばんは。今日は4月の24日になりました。ついさっき、やつです。1時間前ぐらいにも、今1時なんで、4月の4日ですね。あ、じゃあね、4月24日ですね、もうね。の午前1時、ちょい過ぎです。選挙戦も、残すところ今日と明日、あと2日間、丸2日間ですね。かなり結構 疲れてきておりますけれどもね。まあでも、嫌な疲れじゃなくて、充実している。なんか、選挙はすごい、まあ言い方変かもしれないけど、面白いですね。これだけの、なんていうのかな、なかなかこれだけの労力を使うことも、なんかね、普段はないかなと。体力的にも精神的にも結構ね、のしかかられるものが、なんかまあやっぱりね、ありますよね。まあ、そりゃそうなんだろうなという感じがしますけれども。あんまりね、こういうこと言ってるとね、なんか若い人がね、またこう選挙大変そうだなとかね、出る人が、なんかその減っちゃいかねないかもしれないけども、まあ、そんなことないですよ。楽しいですよ、やっぱ自分の意見をね、言うっていうのは。まあ、それなりにこう、意見を、人前で意見を言うっていうことのね、なんか重荷は背負いますけれども、まあでもそれでも、楽しいし、そういう機会にね、恵まれるのは幸せなことだなと思う次第です。ぜひぜひね、どんどんやっぱね、若い人出た方がいいですよ。出てね、自分の意見を別にまとまってなくちゃっていいと思うんで、今ね、こう、これもこう 全くまとまらない話をしてますけどね。それでもやっぱね、何か話してみるっていうことをやる人がね、一人でも増えた方がいい世の中になるなと思ってます。まあ、5日間終えて、今日、まあ、これから寝て起きて6日目ですけどね、すごいね、思ってることがあって、皆さんね、今回30名の候補者出てるんですけど、皆さん非常にね、熱心に、こう、活動され、まあ、運動ね、選挙運動して、もちろんね、自分のその首がかかってるわけですから、当たり前っちゃ当たり前ですけどね、なかなかに頑張っていますよね、皆さん。ローターに鞭打ってる方もね、多いですし。って思うんですけど、このね、票取り合戦ですよ、今まさに。選挙運動してるからね、一票でも多く票を集めようと、皆さん必死に動いてるわけですけど、ね、これだけの必死な動きを4年間やったら、街すげえ良くなるんじゃねえのって思いますよね。あれだけね、まあ、今30名の候補者動いてて、まあ、議員の数22人でね。まあ、でもその22人でもね、こう、あれだけこう、毎日ね、動いて、まあ、毎日これだけの、ね、濃い動きをしたら人間も4年間持たないけれども、まあ、週にね、1回だけでも人前に、街の中に立って、今週はこういうことがありました。来週はこういうことをやろうと思ってます。これからこういうことを、テーマにしようと思ってます。これからこういう取り組みしようと思ってますとかね。週に1回でも毎週ね、定期的に必ずそういう報告する。街の中に立ってやるとかね。そういうことをやるだけでも、なんか街変わってくるような気がするんですけどね。これだけね、皆さんのこう動きを見ていると。いやー、この票取り合戦中のこの熱気をですね、ぜひ4年間のなんかね、議員の活動にそのままトレースしてほしいなという感じがすごいするんですね。こう、票をね、集めるように、やっぱりその市民の意見を集めるっていうのがいいんじゃないかなと。この票取り合戦中のこの動きをですね、4年間の中にこう、なんていうのかな、そのままね、まあ、こういうのずっとやってればいいと思うんですよ。なんか、むしろ、議員さんかね、まあ、自分ももし議員になれればね、とか言って、自分もだらけてしまう可能性がないわけではないので、ね、そこら辺は、
チェックをね厳しくしてほしいなと、市民のチェックを厳しくしてほしいなと思いますけれども、まあとにかくねえまあ頑張って動きたいですよね、自分もね、もしもあの議員になれればね、本当にこう票を集めるようにね意見を集めていきたいなと、思ってます。なんかねそういうことを思いました、非常に。うん、そんな今日この頃で、なんか不思議なもんですね、選挙っつうのはね。なんだろう、なんかこうまあ祭りごとね、お祭りだとか言いますけどね、うん、これでね選ばれた人たちが4年間市政を担っていくわけですからね、なんていうかねこのやり方でいいのかなっていう、まあ、一抹の疑問は湧きますよね、やっぱりね、まあ、とにかくですね、まあ、そういう、まあ、ことは終わってから考えないですね、要はね、うん、当選しようが落選しようが、まあ、いや、当選目指して最後まで頑張ります。野本翔平。これ最近、あの、もう自分の名前をね、言うのもすっかり板についた感じがしますけれども、野本翔平、31歳。最年少で市議会議員選挙立候補させていただいております。何卒皆様のご支援、ご声援、よろしくお願いいたします。野本翔平、31歳。野本翔平、31歳。どうぞよろしくお願いいたします。あと2日間頑張ります。よろしくお願いします。じゃあおやすみなさい。また明日。あ、また明日とかまた今日。はい。それでは。